ソファーとかやってる。
曲名ジェフベックいますか、そのヤングハマーはお亡くなりになったんだっけ、ジョン・ロードは死んだよね、やばいよ、ヤングハマー多分誰も興味がない死んでないけどね、海外言うと思うしね、thank you.
はい、今の曲は金星のライオンっていう誰も知らないと思います。僕の、まあ、リスペクトするチャー、本当にミュージシャンのチャー。これをやってるバンド僕は見たことありません。
はい、どうも。どうもありがとうございます。ベンチャーズは今300国をお届けしてます。皆さん、ついてこれましたでしょうか。1曲目は、順番になりますし、2曲目がキャン、3曲目がブルドッグ。別にソースのメーカー、愛知県ではブルドッグはあまりソースに結びつかない。あ、そうっすか。はい、ということで、我々ラテオードマンね、3人合わせて160社ぐらいになります。多分今日はダーティーより5年長の、ね、バンドの方がチラチラほらチラ、はい、年は関係ございませんね。問題は血糖値と血圧なんです。いかに私が言うのかわかりません。はい、我々、ラジオルはね、弱い160歳でございますからね、若き日にロックに挑戦し続けて、ね、誰が死んだら解散だなっていうのは、みんな、今日の番号みんなそうですよね。誰が死んだら解散っていう。はい、CK の皆さん、ありがとうございました。
バカみたいなブルースみたいなやつでいいんだって。これすごい語弊がありますが、他のライブハウスをけなしてるようです。あんな何がブルースだ、ブルースだバカ野郎お前。こっちだけど、こういうね、計算高い曲をやって失敗した時の言い訳。頑張ろうね。音楽っていうのは、ね、皆さん知ってます。音楽の3要素、リズム、メロディー、ハーモニー、ね、まずリズムがあって、それあとメロディーと旋律があったらハーモニーですね、和音。これが音楽の3要素ですね。エラソノって言ってますけど、ね、これは皆さんあの小学校の音楽の時間に習うようなことですね。ここごとくそんなの今外したおじさんですけど、ね。でも音楽をやるにはこの3つが整わないと、整わないと。この3つが整わないと、お客様に届かないわけ。本当ですね。最近あの説教部のようになるんです。はい、ということで残すところ250曲になっちゃいます。すいません。
今日このお客様の反応が大好きでございます。面白かったら面白い、面白くなかったらバカ野郎ってこうね、言ってもらった方が非常にこう先生するのがバカ野郎ですね。愛心のよ。だいたいね、レコードの発売時期はよろしく愛心の方が早いね。Thank you.
最近ですね、やっぱり皆さん増加現象に悩まされていますので、こういうね、早い曲を弾くと指が追いつかないっていう、若い頃は弾けたのに今弾けないっていうね、切実な現実があるちょっとやばいなっていうね。え、どう？そんなことない。まあ、私は昔は弾けませんけど やっぱり皆さん指先が動かなくなったら注意ですよ。まず脳卒中の検査に本当にうまいやはい、自分はごまかせない俺の体は俺が知ってるから大丈夫だなって言ってるやつほど早いそうにしてるということで、最後の100曲になってしまいます。
ありがとうございました。映画両方の連載ホームページまとめておりますこのように9回目こちらの時間のサムラゴッドでなっちゃうそれではですね、今日は第29回懐かしのロックフェスThank you.